それええのもう、ね、へえ、すごいな。おい、今日は今からですね、三重県のいとこのところにですね、行ってきます。今ちょうど名古屋高速東新町乗ったばっかなんですけど、今日は、こちらの番頭ですね、三井君と行きます。あ、ショートはやっぱり適当にパパンと作っちゃうやん。だからなんかそれで回数が回れば面白いなと思ったけど、やっぱりなんか、おぉおぉおぉ、あれは危ないの。あれ何、日本車ホンダです。あれはあかんやろ。ホンダでも速い車なの。あれはあかんな。あんだけ飛ばしたらあかんな。どうなってるやろ。60やろ。あれ140、50出とるの。本気やな、めちゃくちゃやな。あ、これはすごいの。混んでよかったの。三井アウトレットパークモールですね。今亀山ですね。みんなよう飛ばすの。今あのパーキングに来ました。うちの三井君とですね、寒ないか。大丈夫。まあまあ暖かい格好しろ。結構風強いようですね。名古屋を出て1時間ちょっとですね、やっと巣に着きました。このとこに止めれば、もうこの辺で U ターン食やわ。あれ、うん、まあ、この辺でいいわや。はい、OK。 あれ誰、あんたは何仕事するの今日？あ、仕事する。あ、ほんと？もう現場終わったの？え、現場終わったの？はい、ちょっとこっちで。へぇ、すごいな。へぇ、これはええな、だけどな。だほっこり巻きになるやろ？ほっこり巻き。ちょっと今日入っていきます。あんたもう終わんねやろ？うん、一緒にご飯食べように。行きましょう。さてさて。はい、おはようさん。カメラ撮ってます。ちょっとですね、これがですね、暖炉ですね。へえ、これすごいな。この木どうしたの？この木は何なの？別にこの木で、じゃ桜の木とかそんなんで、なんでもええの？へえ、こんな風に暖炉ですね。これはなんで、巻いとんの？これはこれって掃除はせんでもええの？あの背中にやろ。ああ、やっぱり、まあ、でも4年か5年に1回ぐらい。ああ、こんな感じです。うわ、すごいなこれ。大工さんやで、自分が作った、自分が使いやすいように作った感じですね。今日は三重県の津から、コソバンがレポートです。僕メインみたいな感じだった。大丈夫ですか？ええよ。君いらないか。大きな顔映った方が。怖いな、もう。あ、これはこれうまいな、これな。もう消えとる？お疲れ様。お疲れ様でした。まあ、ゆっくりやってください。ありがとうございます。うまい。決めんのかんじゃない、もう。飲めって飲まん。飲めって飲むけど。家でも絶対飲まへんやろ。そうです。たまに飲むから1ヶ月に1回か。晩食とかはしない。晩食せんもんな。今日はカニですね。こんな感じですね。この前来たのはカラスっていうところの刺身だよ、はい、なかなか名古屋で食えやん。それはね、だカンパチ。うん、これはカンパチで食えやん、これ絶対。カンパチで、タイで、ヒラメ。
せヒラメで、これが本マグロやつだ。マグロ、これが本マグロ、これ本マグロですね。これいただきます。うん、すごい。これめっちゃ大きい。うまいに決まってるわな。食べて。あ、うまい。うまい。そんな分厚いの増えんぞこれ。なかなか食べれない。うまいに決まってるよ。油がすごい。いやー、これピザ。へえ、あそこって焼くんや。それ置いといたらいいの、もうそうやって。うん、火もえ燃やさんでもいいの？これな、これ熱いかやっぱり。ああ。へえ。これ鍋置いて。へえ。掃除機好きやな。な。あ、もうちゃんと目見えるなこの子な。な。目見えるな。いや、この子人見知りせんやろ。あ、分からんかそんなんね。うんな。ねね。うん。するよ。危ないよ、危ないよ。普通にさ、なんかよくと美味しいんじゃな。君、もうピザ来たらもうすぐに来たんじゃないか。熱い、熱い、熱いよ。熱い、まだ熱いやろ、これ触ったら。あ、大丈夫やな。大丈夫？あ、俺熱いやんか、だから聞いたやん、俺熱いのって言ったら。食べるね、うん、ピザ好き？よかったな。はいはい、食べて食べて。お着衣息子がまたですね、牛乳をこぼしまして、今お父さんもお母さんももうおばあちゃんも牛乳吹きで大変です。で、今日2枚目のピザを焼いてもらいました。来たな、またピザ好きやな。ピザ好きやな。おい、みんな切ってくれてんの。今日はですね、ちょっとお酒飲みまして少し酔っ払いました。だけどまあいい感じで、家族だんだん、あの身内だんだん飲むことができました。よーしよし、行って行って行って、よしよし、見てこれ、チュンチュンチュン。おい、ちょっとアップしすぎやろ。チュン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 。リオは初めてやねんね。あ、ねんねか。リオはよし、誰が来たって分かるな。あ、もうねんねしちゃうな。よしよし、これじゃあ僕汚れて、我慢へんじゃん汚れても。あとからまた。おおちょっと待って、やると、読み取ってよ。1、2、3。あれ、どこ行った？おかしいなぁ。なぁ、ないなぁ。あ、りょうくほら、またそのポケット、こうなった、ほら、こんなとこになった。なあ、はい、またすな、ね。